皆さんこんにちは、井川直輔です。はい、ですね、昨日ストリートアカデミーと、スターアカっていうところでデビューをしてきまして、初めてね、マンツーマンで講義をしてきたんでね、ちょっとね、その、講義風景、お届けできればなというふうに思いますね。既存の方は全然見なくていいですけど、はい、僕のね、動画で伝わるってことが十分だっていうことがあれば全然いいんですが、まあ、こんな感じで講義しましたっていうことですね。たった一人の、方だったんです。たった一人しか来なかったんですけどね。僕にとってみたらすごい前進できる第一歩でございまして、ストリートアカデミーでも教えていきたいなということで、これは宣伝でございますね。はい。で、最近ね、お前ね、金儲けに走ってんじゃないかっていうふうに、思われるかもしれないんですけど、お金は欲しいですけどね、別にもう儲けようとは思ってないんですが、お金は欲しいんですけど、昨日その方とお話をしてて、なんかね、大量のね、データ分析をされるらしいんですよ。で、その大量のデータ分析をする際に、もし僕に Python の知識があったら、こんなこともできるんだよっていうことをね、紹介できたんじゃないかなっていうふうに思いますね。皆さんね、Python はね、言語はね、他の言語よりも簡単だって言ってるけど、あれは決して簡単ではなくて、ただ言語が見やすいっていうだけのことであって、書いてるものがね、直感的に理解できるっていうものであって、決して簡単ではないとは思うんですが、やっぱりそういうのも勉強していくにもちょっとお金かかりますしね、そういうお金は自分で算出していかないとですね、別に自分、私の家庭裕福なわけではないので、ちょっとね、頑張っていきたいなというふうに思います。それからですね、この間ツイッターでちょっとつぶやいたんですけど、自分でやっててね、やっと配列のありがたみが分かるところに、来たんですね。やっと配列のありがたみが分かるところに来たんですよ。で、それを、今週の金曜日は AKB48 と、それからなんだっけ、TOKIO だったので、またそこからちょっと数回分けて、説明をしようかなと思いますね。なので28日からで、それ終わったらちょっと配列もやめようかなっていうふうに思ってます。続けるかどうか分かんないですけどね。はい、じゃあちょっと講義風景見てください。はい、アクセスで、集計業務とかをされたいということだったんですよね。はい、いろんなことで。で、VBA もわからない。そうですね。で、一個ラッキーなのは、僕、Excel やってなかったんですよ。で、Excel って関数しか知らなくて、それで、アクセスで VBA 覚えた方が、Excel の入りがめちゃくちゃ早いと思います。はい。ちょっとした3、4行の VBA をもし書けるようになったら、検索フォームとかって全然できるようになります。あ、そうなんですね。そうなんです。で、今日、やりたいのが、更新クエリーですよね。更新クエリーと、それから追加ですよね。追加。これを、覚えていきたいと。っていうことですよね。で、オートルックアップクエリーは使えますか？もうちょっと、いまいち、何となくイメージは掴んでるんですけど。じゃあ、せっかくなんで、僕が一番初めに、動画を上げたきっかけがオートルックアップクエリーなんですよね。はい、オートルックアップ。じゃあ、今日1時半なんですけど、まずこの更新クエリーと追加クエリーとオートルックアップクエリー、これを覚えて帰っていただきたい。多分これ覚えたら会社のヒーローです、絶対に。間違いなくヒーローになります。で、この更新クエリーと追加クエリーとオートルックアップクエリーをやるにあたって絶対必要なものって何か分かります？絶対必要なものです。テーブルとかそういうことですか？じゃなくて、ヒント、手記。そう、手記なんですよ。そう、お前、手記があると何でもできるんですね。で、手記の原則ってお分かりになります？
必ず1位であることというか、そう、そうです、その通り、そう、必ず手記は絶対重複を許さないっていうことと、それから空白を許さないっていうことなんですよ。でまず、僕が挫折したのはこの手記が分からなくて、で会社もエクセルベターンって貼ったにしても重複してる文字ってめちゃくちゃあるんですよ、うん、なので僕分かんなかったんです。なんで俺は手記が設定できないんだろうっていうので一回挫折したんですよね。でなんか よく分かるアクセスみたいなのを買ってきて、それでそのサンプルファイルをやって手記を設定したら、あれなんでできたんだろうっていうのがもうめちゃくちゃ意外だったんですよね。でそれはそうですね、売り物だからちゃんと整頓されてるものを自分でやったので、やってきたんでね。なんでこのまず手記を、覚えるということと、それから、僕は自分で独学した時にヤフーの知恵袋をすごい愛用してまして、でヤフーの知恵袋でそこの達人たちが必ず言うのが、なんでお前のテーブルには手記がないんだとっていうふうに言われました。でアクセスでそういうところで質問をするときっていうのは、まずテーブルの構造と型と手記があるのかないのかを教えてくれないと答えようがないっていうのがあれだったんですよ。その先人たそのねもうスペシャリストのヤフーのカテゴリーマスターの人たちが、うん、でその時は実は僕全然あんまり手記っていうのが全く理解できて いなくて、そんなに重要なもんなのかと、そんなに重要なものなのかっていうことを考えたんですけど、それほどめちゃくちゃ重要なものだったっていうのが今になってこうずしずしずしっていうふうに分かってくるんですよね、うん、なので、必ず、テーブルを作られる時っていうのは、この手記を何にするのかっていうことをまず考えてやった方がいいです。で手記ができるとこのオートルックアップクエリができるっておまけがついてくるんですよ。うん、で、この、僕はいつも、今あまりね、会社でそんなシステムチックなものは作ってないんですけど、もし、テーブルとか、まあ、アクセスで一つのデータベースを作るときには、このオートルックアップクエリができるかどうか、作れるかどうかっていうことを、まず考えた方がいいと思います。で、手記を設定してオートルックアップクエリを、設定しているものになってくると、まず入力が早くて VLOOKUP なんて目じゃないです。今 XLUP とかって新しい関数出てきましたけど、あの日じゃないです。本当にこいつがすごい役立って、何がすごいかっていうと、これってデータベースの、付属の知識で できちゃうんですよ。 VLOOK だったらこう関数入れる、VBA を書かなきゃなんないとかっていうと、これ何も書かなくて、ただアクセスの、機能でできてしまうのがオートルックアップクエリなんですよ。ここがすごいところなんです。もう、これなんか僕突然分かったんですよね。一応アクセスで一通りシステムを作って、なんかぼーっと考えてた時に、もしかしてオートルックアップクエリってこうやるんじゃねと思った瞬間に、あ、これがオートルックアップクエリなんだっていう風にして分かったんです。で、そのオートルックアップクエリを設定しないデータベースを昔々会社のフォルダーで入ってみると、まあひどいですね。よくこんなもの作ったなと。でよくこんなもの作って、いやまたアクセスできるんだなって言ったら、へえまあねみたいな、よくそんなことを言えたなという感じでした。で、オートルックアップクエリが分かるようになって、で、追加クエリも更新クエリもこういう理屈なんだなっていうことが分かり始めたし、でオートルックアップクエリが分かって、この追加の方のこっちの方に行くじゃないですか。まあ更新クエリって誰も理解しないですよ。こんな便利なものをなぜ使わないのかというふうに、ちょっとやりますけど、例えば、テーブルの例えば単価とか変更になった場合って、まあちょっとマス目は書かないですけど、こういうふうになってて、ここに例えば単価が設定するとするじゃないですか。そうすると多分Excel でやってるのっていうのは、もう一枚同じようなシートをこう開いて、でここの単価の部分もこっちにえいってコピペとかするじゃないですか、多分。
うん、でもこれってすごい危険なあれで、うん、あの一行とか何かがずれてたりすると全部ずれるんですけど、あの主キーがあるとアクセスはそういうことは絶対しないんですよ、うん、この主キーに紐づいた単価だけをダーッと一瞬で更新してくるんで、はい、これがめちゃくちゃ、あ、そう、ここね、チャイムなんですよ。びっくりした。はい、で、こういうふうな、あの技をこう一個一個ひょいひょいひょいとやっていけると、多分あの会社でめちゃくちゃヒーローになれますね。で、正しいデータベース、まあ、あのアクセス あの正しいデータベースの方から、さっきあのおっしゃったように、まあ、ここを例えば、アクセスとしますと、ここからビーッとあの Excel に転送できるようになってくると、これも結構楽しいですね。ちなみにあの僕ここの値段調べたんですよ。ここが、いや、あの例えば僕が会社に伺って、はい、で、SE として派遣されたらいくらになるとかって言うと4万5千円らしいです。1回教えるのに、あの1回教えるというか1回このシステムを作るので、作るので、2時間の作業で4万5千円もらえるらしいですね。もうなんで今の会社で働いてるのボロボロ言うてるんです。めっちゃ後悔しましたね。こんな金いいんだなっていうふうにして、っていうことを今日7時半になったら多分あのできるようになってると思うので、ご安心ください。多分できるようになってます。で、今お渡ししたの、サンプルファイルなんですけど、わからなかったらあの質問いただければ、僕があの答えも上がりますので、はい、年中無休でお待ちしております。じゃあ、いかがでしたでしょうかね。こんな感じで講義してまいりました。8県のね、区民センターっていうところだったんですが、なんかいきさつを言いますと、僕の動画を見てくれてて、僕と話をしたいなと思ったら、たまたまストリートアカデミーに僕が出てたので応募しましたっていうあれでしたね。決して高いおか、安いお金ではないんですが、来ていただきまして本当にありがとうございましたというところですね。で、ストアカの方は、なんか、コースを上げようかなっていうふうに思ってますね。この間教えた、昨日教えたのは、決してなんか、初心者の方がやるあれではなかったので、はい。3つぐらいコースを作って、ちょいちょい、不定期に募集、来てくれればいいかなっていうふうに思いますね。うん。いや、特にアクセスがわからないとか、アクセスが初めての方っていうのは、まあ、自分で宣伝するわけでもないですが、まあ、ぜひとも、受講していただければ、その、扉の一歩は開くんじゃないかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、金曜日にお会いいたしましょう。今日は宣伝でございました。申し訳ございません。はい、じゃあ次回までごきげんよう。さよなら。